さあ、ひとみさん、いよいよだね。さあ、始まりましたね、浴衣コンテストも。いよいよ最後の沖縄グラフ杯、ときめき浴衣コンテスト、はい、さあ、それでは参りましょう。お願いします。はい、では、エントリーナンバー1番の方からどうぞ。ポイントを聞いてみましょう。娘の浴衣はパパが、子供の日に買ってきてもらった可愛い浴衣です、はい、今日の浴衣のポイントはどこですか？食べ物が好きな子なのでいちごのを選んでみました。ありがとうございます。はい、ではマイクにどうぞ。おしゃべりできるかな。何歳ですか？4歳。4歳です。お名前を教えてください。お名前は中浜真ひさん。はい、こんにちは。実はですね、今日この直樹くんが何か一発芸をやってくれるということなんで、お願いしたいと思います。当たり前体操をやります。これ緊張しちゃったかな。せーの、せーの。当たり前体操の時間だよ。今日も一緒に行ってみよう。右足に出して左足出すと歩ける。何歳ですか？5歳です。はい、一周ちょっとぐるっと回ってみましょう。回ってて、はい、今日の、浴衣のポイントは何ですか？スカートがひらひらで可愛いです。はい、真ん中のマイクまでどうぞ。好きなのありますか？踊りが大好きです。踊れる？今日はやめとく。じゃあせっかくなのでちょっと一周してみましょうかね。じゃあちょっと好きなことも聞いてみましょうか。はい、じゃあお姉ちゃん、好きなこと、はい、好きなこととかにありません。じゃあ好きなものとかありますか？ちょっとこの辺から大人の女性になってきますね。はい、空手は黒帯です。でギターと三線を弾けますと、おやつを食べるのが好きです。はい、空手は黒帯だそうです。絶対勝てません。マイクギャラリーから声援がすごいですけども、お知り合い。はい、学校の友達と後輩です。コンテストに向けて意気込みをどうぞ。いつもは学校でいじられキャラでうるさいんですけど、今日はちょっとおしとやかじらして、ちょっと浴衣コンテストなんで、ちょっとおとなしくしとこうと思います。綺麗な帯と頭飾りですね。ちなみにこの特技などはございますか？特技は暗算が得意です。ちなみにどれぐらいですか？8段です。もうすごい、学業も充実してるみたいです。はい、はい、13番の方です。はい、特技は何ですか？
空手です。空手だそうです。せーの、1、2、素晴らしい。14番の方、何か手元に持っていらっしゃいます。クロスロードのチュラクロス安心の店探し、車のことならというパネルを持っていらっしゃいます。はい、14番のクロスロードさんです。はい、では皆さん気になると思いますが聞いてみましょう。はい、じゃまずお名前から。城間ゆきです。じゃあなんか他の方とは違う大きなものを持ってるんですが、じゃあこれちょっと説明していただけますか。あ、クロスロード出版から来ました。よろしくお願いします。大丈夫です、これでアピールは大丈夫ですか。わかりました。じゃあとりあえず浴衣も一周しておきましょうか。じゃあ可愛らしいピンクの浴衣で、もう他に何もないです、大丈夫です。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続きまして15番の方、前へ。あかね、We love you。 今日の浴衣のポイントをお願いします。紫と黒が大好きなので浴衣にしたんですけど、ちょっと身長があって大柄なので大きな花を着けてます。なるほど、似合ってるというお声です。では ことで浴衣の PR で皆さんゆっくり回ってもらえますか。はい、いいね、はい、で今日の浴衣のアピールポイントはどこですか。ピンクが好きなんですけど、ピンクだけだと子供っぽくなるので紫とかを取り入れて少し大人っぽくしました。サンサンビーチはよくいらっしゃるんでしょうか。あ、今日初めて来たんですけど、とても綺麗なところで、家からも近いのでこれからいっぱい来たいです。では一周ちょっとくるっと回っていただいて、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。サンサンビーチまた来てくださいね。はい。